ただいまより重賞競争盛岡市長杯第45回北上川大賞典 M2 の表彰式を行います。まずはじめに優勝馬ノーブルサザン号の関係者の皆様をご紹介します。馬主吉木信彦様、生産者橋本ファーム様、調教師板垣義則様、騎手高松亮様、厩務員浅間克美様でございます。はじめに盛岡市長賞の授与でございます。盛岡市長内館茂様より優勝馬関係者に対しましてコーヒーと陶器のセットが贈られます。板垣義則調教師おめでとうございます。続きまして高松亮騎手おめでとうございます。続きまして岩手県馬事振興会会長賞の授与です。一般社団法人岩手県馬事振興会常務理事菊池信也様より優勝馬関係者に対しまして岩手牛が贈られます。それでは板垣義則調教師おめでとうございます。高松亮騎手です。おめでとうございます。最後に開催執務委員長賞の授与でございます。滝山開催執務委員長より馬主に対しまして賞状が、調教師騎手厩務員に対しましてクオカードが贈られます。それでは板垣義則調教師おめでとうございます。高松亮騎手に贈られます。おめでとうございます。ファンの皆様、寒い中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。ノーブルサタン号関係者の皆様に毎一度大きな拍手をお送りくださいませ。ありがとうございます。以上をもちまして表彰式を終了いたします。誠におめでとうございました。